さあ、コーナーに行きましょう。うわびっくりしたプーライはい。え皆さんがびっくりしたことを募集しております。<laughs> なんか久々に聞いたけど。<laughs> 毎週言ってるわ。だ週に一回ここでしか聞かないからかな。<laughs> プーライ。田中さん、大田さん、スタッフの皆さん。<べ> <laughs> こんばんは。はい。ラジオ歴をほぼゼロ年。うん。 ポストリャスト歴。<laughs> ポストリャストね。一週間。ええ、カーボーイ歴、一週間。一週間ええー。もう最近の人ですね。ねフランス在住。フランス浦島梅子です。<laughs> 全然純日本風な感じですね。南フランスに住んでよねおう、かっこいいね、なんかね、南フランスって響き。すっかり日本の芸人さんに疎くなってしまい。うん。 スギちゃんをテレビで見る前に消えてしまいそうです。うん、<laughs> っ一応噂の時は聞いてんだね。こ Yahoo ニュースで。はいはいはい。新しい芸人さんの名前を知るも、うん、国外では Yahoo 映像は見れません。うんうん、日本語が恋しい中、iPhone をいじっていたら、うん、ポッドキャストで爆笑問題さんを見つけ、うん、カーボーイを聞き始めました。ええー、嬉しい。一週間。ねフランスでね聞いてくれてんだ。フランスといえば、うん ファッションの国、うん、食の文化、芸術家の宝庫、うん、といったハイセンスでハイソなイメージですが、うん、そうですね。それを不織、不食不織、不不,、うん、不か。不食するような、驚愕の発見が後を立たないので、ご紹介したいと思います。うんうん、私は南フランスに住んでいるのですが、うん、近くに2キロにも及ぶ ヌーディストビーチがある有名な街があります、はあ。はいはい。うん。なんかあるよねなんかね。ヌーディストビーチってね。ヌーディストビーチというと、うん、綺麗なおっぱいがたくさん見えるというウかウかなイメージだったので、うん、早速遊びに行ってみました。うん。うわあびっくりうん。ここのビーチは村上そこらのヌーディストビーチではないです。何すごいんです何が おっぱい見放題を超え。うん、すっぽんぽん見放題です。ああ、まあまあね。うん、向こうの人は本当にね。ねえ。何ですかね、あの、あなると別に。いやらしくもない、ね、いやらしくないって、うん、金髪美女からイケメン。うん、子供もおじいちゃんも。うん、みんなすっぽんぽん。うん、お父さん、お母さん、子供、おじいちゃん。うん、おばあちゃん。 親子。三世代のグループも、みんなすっぽんぽん彼らはビーチで、日光浴をするにも、ウィンドサーフィンをするにも、アイスクリームを食べるのをすっぽんぽんなんです。すごいよね。なんだろうね。ウィンドサーフィンしてる裸でね、ギャグだよね、もうね。ふざけてる。それこそさ、笑わそうとしてるしか思わないよね。ちんちんにこう、旗とかつけちゃってるしないわ。私は見てみぬ。 振りをしつつよーく観察すると、うん、もっとわはびっくり、うん、よく見るとみんなおけけがないんですへ<ー>これはねマリエが言ってたね日本人ぐらいだって陰毛を剃らないそうそうあそうなの、えー、<ー>男性も女性も脇の下脇の毛も下の毛も胸毛も何にもないんです男も男もなんでしょうねきっと 本当に、ええ、もう本当にもろみえで、あまりにも衝撃で、うん、少々、休憩をしたいと思う。<laughs> <laughs> ちょっともうこれやってないお前。うんうん、ビーチを出て街を歩いてみたら、またまた、うん、わあ、びっくり。何街中まですっぽんぽんで溢れている。<え> <laughs> もうビーチどころじゃないもうヌーディスト村だね。ヌーディストタウン。ねえ。すっぽんぽんのまま、サンダルを履き、麦わら帽子をかぶり、 肩からカバンを斜めにする。<laughs> なんかふざけてる <laughs> ドッキリカメラだ、そんなもん <laughs>。上も下もブラブラさせながら歩いてるんです。へえ<ー>。スーパーに行ったらもっとびっくり。うん。スッポンポン専用のレジまであるじゃないですか。ああ<ー>。<laughs> へえ。みんなスっポンポンでカゴを持って、ソーセージや桃を 買ってるんです。<laughs> なるほど、ね。面白いな。あまりの衝撃を友人に伝えるべく絵はがきを出そうと、うん、郵便局は、に行ったら、うん、なんともっとわびっくり、うん、入り口が2つあり、うん、洋服を着ている人用と、すっぽんぽん用の人の入り口があるんです。で何,す何裸を大事にしてんね、街 <laughs> ぐるみで。すごいね。恥ずかしくないのかね 郵便局手紙出してくんのよ、ね。そう。すっぱだかですっぱだかで行く。なんだちょっと母音を押してください、ね。母音とか別に向こうはほら母音じゃねえから。か両方とも言わねえから。ショッピングセンターに行ってみると、またまたまあまあ、うん。わあびっくり。うん。すっぽんぽんの人が、洋服のウィンドウショッピングをしてる。<laughs> <laughs> いらないじゃんと突っ込んでしまいました。ほんとだよな。 最後までお付き合いいただきありがとうございました。ああ読んでいただけたら、また次回、フランスの驚きの発見をとえとかさ。そこはさ、その何裸の人と普通に服着た人が混在してるわけでしょう裸専用。でも、レジを分ける必要は分ける必要はもはやないよね。うんうん、もうなんだかわかんないね、それね。で、向こう、じゃあ、その、そこの法律で平均。ふらしたりしないのかな、もう。不思議だよね。 パリのど真ん中はダメなわけじゃないそれはダメです。それ法律上ね。だからそこだけの法律上。俺の好感がフェルトになっちゃう。なんなんだよ。<laughs> うまくねえよ、<laughs> お前は、そういうお前は外旋も。<laughs> そういうことになっちゃう。何そんな私はシャンゼリゼみたいな。意 <laughs> <laughs> が分かってるそうそう。そういうことになっちゃう。<laughs> えー、ラジオ名、ネーム。もみじもみじ山村。山村もみジじゃない <laughs> <laughs> 太田さん、コアッパ、こんばんは。コアッパって久々に聞いたかな、こ読まれたら12年ぶり、2度目の採用。うん、12年ぶりだよ。リスナー歴15年の、ラジオネーム、もみじやまむらと申します。じちゃい12年前に1回読んでんだね。だでも1回だけだったらさすがに覚えてないね、もみじやまむら。高校生の時からラジオを聞き始め、今やおかげさまでみそじを迎えました。うん、今は、ポッドキャストを、 白目を向きながら楽しく拝聴してる。どういうことが白目なんで白目を向くんですかありがとうございます。はい。ありがたい。ねえ、ずっと聞いてもらって。そんなことより、太田さん、こアッパうん、何さっき仕事先で、聞きたてほやほやのわ、びっくりを報告させていただきます。なんだなんかちょっとこう、なんですかね、これは。犬みたいな。絵文字ですかいいです、絵文字は。別にそこまで言わない。熊かな。自分は、 飲食店や家庭、事務所に訪問する仕事をしているのですが、うん、さっき仕事で伺った中華料理屋の担当者、括弧、うん、中国人に、うん、中国語って、中国語で、プーライって言葉ありますかと聞いてみたところ、<う>その答えにはびっくら。ええ、何やら中国語で他のスタッフとごにょごにょ。うん、話した後、<う>紙に一言、<う>漁船と書いたのです。ほー、漁船。 そして、これ中国語じゃないだけど、台湾の言葉ね。というではありませんか。自分はびっくりして思わず、え漁船漁船って書いてプーラン、プーライって読むんですかと聞き返しましたが、食い気味に、そうそうそう、そうプーライ、プーライと言うのが、本物だ。プーライ、プーライ、プーライ、プーライ。 と言いながら、うん、新たに70とか、75という数字を紙に書きました。過去、うん、こ,この数字に関しては、うん、説明を聞いたものの、うん、全く何を言ってるのか理解できませんでした。うん、プライ、うん、プライ 75!、うんうん 地面75の、プーライ75よ。っていう感じだね。全然違う。念のために会社に戻ってパソコンで漁船プーライ、漁船台湾語プーライなど、いろいろ検索してみたものの、それらしき記述のあるページが見つかれられず、うん、あそうとりあえず報告のメールをした次第です。もし本当に漁船が台湾語でプーライと呼ぶ読むならば、うん、台湾でポッドキャストを聞いている人は大田さんのことを、 なんでこの人はよく漁船漁船って言ってるんだろうと <laughs>、ねうん、思ってるかもしれません。なるほど。でもそれが逆に正しくない情報だったり、自分、かっこもみじが、話を勘違いしている可能性もあります。うん、もし、ポッドキャストを聞いているリスナーの方で、うん、台湾人の方や台湾語に詳しいリスナーの方がいらっしゃったら、うんうん、真実を教えていただけるとありがたいです。そっか。ペコリと。なるほどね。プライプライ 漁船。わあ、びっくりした。じゃーん漁船って言ってることでしょ。<laughs> 70とか75はわかんないね。ほんとにね。それもプーライみたいな、ちょっと近いのかね。あの、だから、あれじゃないのなんか、なんとか丸みたいな。うん。そういう名前なんじゃんのよくほら、数字が書いてあるね。漁船に。ああ、第一、更新丸みたいな、そういうこと。 でもそんな、そんな、小有名人じゃないでしょう、多分。女性なんだろうね、きっとね。ラジオネーム、シムシム。うん。太田さん。ポパイこんばんは。<laughs> <laughs> いつも楽しく拝聴しています。<laughs> うん、読まれれば、初投稿、初採用、ラジオ、えー、20歳、女の、うん、ラジオネーム、シムシムです。シムシム。うん、今回は私が幼稚園に通っていた頃に体験した、わ、びっくりした話をします。はい。夏休みのある日。 私は母の実家に遊びに行ってました、うん、その日の私は白いワンピースを着て麦わら帽子をかぶったか、うん、格好をしていました可愛、うん、いいね,ね私はしばらく散髪してないせいで髪の毛が伸びきっており、うん、麦わら帽子はムシムシして気持ち悪がっていました、うん、そんな私を見て祖母が暑そうだし髪の毛を切りに行こう、うん、と近くの美容院に連れて行ってくれました美容、うんうん、院に着くと祖母が店員に、うん この子の髪を軽くしてあげてください、うん、と頼みました、うん、その後しばらくしてから迎えに来ると、うん、祖母は一旦帰っていきました、うん、女性の美容師さんに促され鏡の前に座った私は、うん、初めて来た美容院に少し緊張していましたクセ、うん、っケだらけの私の髪の毛を解きながら、うん、美容師さんは、うん、優しく語りかけてくれました、うん そのおかげで安心してきた私は気づいたら、座ったまま眠りに落ちていました。終わったよと、病師さんの声で目を覚ました私は、うん、寝ぼけマナコながら、目の前の鏡を見ました。うん、するとあびっくり、うん、なんと鏡には、うん、寝ぼけマナコの私の顔そしてその、うん、頭には、うん 髪の毛が一本もありません <laughs> え、あ、うわ <laughs> どういうこと目の前の自分の姿を仰天し、恐る恐る自分の頭を触ると、<ー>やっぱり毛が一本もありません<ー>、えー、何度鏡を見ても、そこには紛れもない、<ー>坊主頭の私が映っているのです。 なんでだってワンピース入ってた,か来てたんでしょふっとああ振り返り美容師さんを見るとお男らしくなったね<ー>と満足そうに笑顔を見せるではありませんかああ見事につるんつるんに駆られた丸坊主ああもう言葉が出ませんでした、うん、そして私は反射的にああ麦わら帽子でそのあらわになった頭皮を隠しああ祖母の迎えを待ちましたああ しばらくして祖母と母が迎えに来て、すで<あ>に麦わら帽子をかぶっていた私に対し、ああ祖母が、すっきりしたかいと、麦わら帽子を取り、その坊主頭を見て驚愕 <laughs> その後は記憶にありませんが、気がつくと私の目の前では、ああ 膝から崩れ落ち、号泣する祖母。そこまで、その、号泣しなくたちゃって。<laughs> 頭を床にす、擦りつけ、うん、土下座する美容師さん。<laughs> そしてなぜか、腹を抱えて爆笑する母が、いたのを覚えています。<laughs> なぜ美容師さんが私を丸坊主にしたのでしょうか。ねえ。もうお分かりかもしれませんが、<ー>美容師さんは初めて来店した私を、男の子だと勘違いし、うん 坊主頭に仕上げたんです。うん、白いワンピースにもわら荒帽子。うね、どういう、どう見ても、うん、女の子の格好にもかかわらず、なぜ男の子と勘違いしたのか。うん、勘違いしたとしても、うん、男の子ならなぜ坊主頭にすたのか。という疑問がありましたが、当時の幼い私にとっては、坊主頭になったということが衝撃的すぎて、うん、考える余地もありませんでした。うん 料金はいりませんと必 <laughs> 死に謝罪する美容師さんを切ったものはしゃあない、うん、この子は拷問やからすぐ入るわと祖母と母がなだめ家路につきました、うんうん、祖母と母が言うように拷問の私はすぐに髪の毛は伸び、うんうん、坊主頭期間は他の人より比較的短かったのかもしれません、うんうん、しかし今なら坊主頭にした美容師に言える、うん 美容師なんかやめちまえ <laughs> 今度はお前も坊主頭にしてやろうか <laughs> なかどなかうしてだと,とうございますそのズボン入ってたらしょうがないっていうか、ね、まあまあまあわ、まあまあ、かるっちゃわかるじゃんないすっかりだって白いワンピースでそれで男だと思うんだから顔が男らしいかいやいくらなんでもよ格好でしょまず子供なんて、うん まあだ男だとしても坊主頭がないだろうって感じだねそうなんだろうよしきな話だねえっていうよく聞くけどね、うん、太田さんタナキャットこんばんはタナキャット m y n a m e i s m e s s c y l n d ですうん先日急に歯が痛くなり、うん 近くにできたオシャレなデンタルクリニックに行ってみたんですが、うん、そこで起きたわ、びっくりした話を聞いてください。はい、そのデンタルクリニックは、うん、入ってみるといきなりびっくり。うん、ホテルのラウンジのようにオシャレな受付に、うん、AKB みたいに可愛い歯科女子が3人もいるのです。ほ、はい、ら。<laughs> 誰がセンターかとか揉めたりして <laughs> <laughs> 本当の AKB じゃさすがに、デンタルクリニック。うん、カタカナの名前なだけあるなと。<laughs> <laughs> DTC だな。DTC。と思い本棚を見ると、さらにびっくり歯医者にあるはずの、女性セブンやコチカメは置いておらず。それねえだろ。ファッション雑誌やカフェ雑誌。ついには、レレノンああ、レオン。レオン。レオンだよね。レノン多分レオンだよね。だよなんかが置いてあるのです。この時、することがなくなってしまった私は、すでに、 おとなしく手の震えるじじいがやってる歯医者に行けばよかったなと後悔し始めてました、うん <laughs> うん、しかし私以外に待っている患者は全員男性でみんなおしゃれ雑誌を読んでいるふりをしながら歯科助手をチラチラ、うん、<laughs> 見ていてスケベだから <laughs>、まあね、スケベだから、うん、いい印象がありますからねないですよ、ね、明らかにす。うん、あ,あ時代もとうとうここまで来たのかうん、うん 重い椅子に座るとまたまたびっくり、うん、ふっかふかな椅子の中にヒーターが内蔵されていて、うん、腰が冷えないのです<ー>もはや歯だけに気を,気を使う時代は終わり、うん、リラクゼーション・オブ・デンタルクリニックなってきているのですすごいね <laughs> 時代に取り残された私が観葉植物の葉っぱ同士を絡ませて時間を潰している、うん、<laughs> 何やってんで 綺麗な女性に名前を呼ばれましたそうですこのクリニックでは「まるさん中へどうぞ!」の時代もそれもやんないんだプライバシーというカタカナの寝室によりまあまあ別に終わってしまっているのですへえレントゲンを取り治療代でほのかにアロマの香りがするタオルを顔にかけられあいいねえ ゴム手袋をした女医さんが優しく歯に触れました、うん、私はもうじじいのしわくちゃな手で治療されながら顔に飛んだ水滴が鼻に入っちゃうこともないのかなと思うとでそれがそんなにいいんだようっすら涙が出ました、うん、そしてその皮肉なことにその涙を隠してくれたのは、うん アロマの香りがするタオル。何なんだよ、最後、指摘にまとめてんだよ。<laughs> 治療が始まると、うん、無痛治療ですから安心してくださいと言われ、しょっぱなから麻酔を打たれました。<う>一本の歯を治療するだけなのに、うん、結構な量の麻酔を打つなぁと思っていたら、案、うんうん、の定、数分後には口全体が動かなくなりました。<え>そうなるよね。 そしてここで期待を裏切らないびっくり。うん、この女医がとんでもない下手くそで、ああ歯科女子は歯に対してあまり興味がないご様子なのです。<laughs> <laughs> 私も頻繁に虫歯になるほど歯の素人ではありますが、うん、この女医がどれぐらい下手くそかは子供でもわかります。本当に麻酔の量の時点で、 ゾウじゃねえんだからさと心の中で突っ込んでいましたが治療中何度も口の中に器具を落とすし、うん、全体的にセンスが感じられないのです治療後口の中の菌を顕微鏡で見せられその菌を殺すという薬を勧められ、うん、言われるがままにうなずきお会計をすると背筋がヒヤッとするタイプの「は」とどめのびっくりが起こりました、うんうん かわいいお姉さんがニコニコしながら、8000円ですと、言うのです。<laughs> ああこれは断ったら、怖いお兄さんが出てきて、治療したばかりの奥歯をガタガタ言わせられるかもしれないって言わしょ。8000円払い、麻酔で動かない口からよだれを垂らしながら、逃げるように帰ると、二度と行くことはありませんでした。今は、痛かったら左手上げて、 というくせに左手を上げても無視なるほどしかし次々と新しい、えー、歯医者ができて経営状態が悪化し、うんうん、今年中にはやめてしまうということなのでそ,うなのそれまでに絶対虫歯を治して、うん、二度と虫歯にならないようにしたいと思ってます 今確かコンビニより歯医者の番組でしょっこの番組だよね確かにすごいよね、はい、だから本当にもうすごい戦いなんだろうなお客さんのでも痛くないっつうのがねいいやねいいけどそのそんだけ麻酔打つってことはその麻酔は痛いんじゃなくて麻酔,麻酔はチクッとするぐらいですからあれはまあ痛いですけど、うん、まあチクチクッらいですから、ねね、だけどそんなさ 口中が動かなくなるような麻酔が嫌だよな。でも結構ね、一箇所やっただけでも、結構口全体痺れますよ。しばらくだって喋れないもん。わわわわって。あ、まあね、ちょっとなるときあるけどね。下唇とか。うん。で、あの、お茶とか飲むとって出るあ、どうや出るね。出る。そそう。あの、それこそほら、うがいしなきゃいけないじゃんあ、あれ、うがいがうまくできない。できない、うまくできない。うん。何なんだろうな。いや、もう、それこそ、聞いてるから、麻酔が。 うがいもなんかちょっとこう、何回ぐらいすりゃいいのかわかんない時あるよね。ね紙コップ全部やるのか、ちょっと全部じゃ、いつまでやってんのかう,うがいだよな、ね。そうそうそう。雰囲気の時ある。うん、ラジオネーム、恋知らぬ猫のふりして玉遊び。大、うん、田さん、田中さんこんばんは。うんうん、読まれれば初採用。うよ。うん、恋知らぬ猫のふりして玉遊び。長え<い>よ。<laughs> 歌じゃねえかよ。私のわぁびっくりしたわうん。 先月、会社の夏休暇で行った、ゼンデラ体験で起こりました。<laughs> ゼンデラ体験とか行くんだね、やっぱね。<laughs> 期間は6日間。うん。だから、ダイエットで行く人ね。ダイエットッがね。ね毎朝のお経と質素な食事、座禅で己を鍛えるという、なかなかストイックな体験いや、ちょっと待って、いや、夏休みでしょ会社の夏休暇。ええ、年に1回2回の長期休暇。すごいね。としてね。 それをいく味気ない食事したくもない寺の掃除己を鍛えるためとはいえ、うん、しんどい毎日すごいなそれでも何とか乗り切れたのは普段は私同様禅寺とは無関係の生活をしている人たちとの励まし合いがあったからでした、うん、特に1ヶ月も前から来ている、うん、んどんだけ<う>どんだけやってんの悟り開くだろうね五<え>50代半ばのおばさん、うん カッコバリバリの関西人と、ちょっぴりきつめだけど親切な同年代の女の人とはいろいろな話をして仲良くなりました。うん、だけど事件は私が帰る前日に起こりました。はい、その日はお風呂に入ってすっきり、これで家に帰ったら好きなものが食べれると、うん、ほっこりしていた私は、うん、夜は談笑する場所として開放されている応接間に行きました。うんうん、部屋に入ると先ほど話したおじ、おじさんかおじさんだ。 うん。あ、おばさんじゃねえ。はい、おじさんね。一ヶ月いる人ね。うん、部屋に入ると先ほど話したおじさんと、うん。女の人が、うん。テレビを見ながら談笑していたので、うん。私も何食わぬ顔で腰を下ろしたところ、うん。びっくり。うん。うん、以前このコーナーでも取り上げられていた、うん。ペッペオナラが、ブッブブーっと、やや,や、上がり調子の音で、その応接間に響き渡ったんです。うん、はい。ペッペオナラね。 私は普段も、お風呂の後はよくペッペオナラが出やすくなっていたんですが<あ>まさか他人がいる前で、静かな応接まで、大音量でかますことになろうとは思いせます。えー、顔から火が出るほど恥ずかしかったんです。ああああしかし、なんとかこの場を取り繕わなければと考え、とっさに、あ、おならしちゃったああとさらっと言ってました。おじさんは若い女の子である私のその発言に戸惑い、ああ まあまあ、そういうこともあるわな、<laughs> と言ってくれたのです。もう一人の女の人は、それが、ペッペオナラだと分かったのか、不愉快に感じたのか、完全にする、あげくの果てには、私今日は寝るわ、と、さっさと寝床へ帰ってる。そんな怒ることでもないし別に, <laughs> 別に。羞 <laughs> 恥心で消えてしまいたい気持ちでいっぱいでしたが、あの時はどうするのが正解か、全くわかりませんでした。 おならっていうしかななよねおならが出るのはある程度自分の意思で我慢ができることですが、うん、私の場合ペッペオならは時勢が効かず本当に不意に出てしまうのですそうかでもそれは大変だよねおならと嘘をついてズボラな女をズボラな女を気取るのか <laughs> ペッペオならと素直に言って「<laughs> あの女あそこに空気溜まってたんだな」と。 いやいやいやあんまそれかないお二人だったらどちらが正解だったと思ういや小田原でしょそれはどう考えても私は正直に言うべきだと思うすいやただ,だって男の人いるんだよおじさんがでもやっぱおならその人にそれを別に知しないしそれはやっと言えばあそういうこともあん <laughs> <laughs> なりますか、えー、長文多分失礼いたしました読んでいただきありがとうございましたプーライトああねえ、うん そんだねそのもね全然わかんないもんね,ねお経の最中とかね座禅の最中<う>出るとねパシンなんて戦たれちゃってたちゃってねまた出ちゃってね「つき <laughs> あり!あ」なんつてつきありってことじゃない太田さんトイレに立っていったら両脇にタッチの二人が立ち三人でタッチってザ・タッチね三、うん、人で どんぐりの背比べと言いながら、うん、チンポっコの長さを競,競って、つま、うん、先立ちしていた人、んん <laughs> 何言ってんの初めて投稿します。はい、大阪在住男、ポッドキャスト組、組長の、うん、オーシャンゼリゼと申します。はい、さて、これは私、今から10年ほど前の話です。うん、長男が生まれて1歳になった頃、うん、そろそろ二人目が欲しいと思っていましたので、うん、嫁はんに、 布団の上で夜の誘いをかけると、あっさり、今日は生理やからあかんと、釣れない返事をしてトイレへ行きました。それじゃあまあしょうがないかと。諦めて、目を閉じた瞬間、うわー何これと、トイレから声が、なんだなんだと思ってトイレへ行き、ど、どうしたんというと、彼女は私に生理用品が付いたままのパンツの中を見せ、見て見て私はそれを見て、わ、びっくり うちゃか。何何だと思うい,いや、わかんねえよ。どういうこと何だと。何だと思うえっと、カマキリがいた <laughs> <laughs> そうですなんと、うん、そこには、ほんの少しピンクがかった、うん、まん丸で直径2ミリから3ミリほどの、イクラのようなものがあったのです。えぇそんな、わからねえ人間ツアー。 いろんなとこから、前口からイクラ出してるたんですけどね。イクラのようなものがあって。えー、私たちは目を、顔を見合わせて、<う>これ何<う>卵<おう> <laughs> もしかして、卵子ってこと <laughs>、ま、<laughs> 本当だよね。ねこんな大きいの <laughs> 本当だよね、以前にカウボーイの中で精子を顕微鏡で見る授業がありそれが先生の精子だと分かって吐いた子がいたとか、うんうん、原ちゃんも料理の授業で精子をあ理科の授業で精子を見た時、うん、先生が自分のだと言って、うん、教室中大爆笑だったという話がありました、うんうん、卵子を見たという話は聞いたことがありますうんない卵子を顕微鏡で見る実験があり理科の女の先生が これは私の乱子ですええー、なんて授業を受けた方はいるのでしょうかい、うん、ないと思いますけどね。その後私たちは疑問をいっぱい抱きながら何とも不思議な気分でしたが、うん、少し祈るような気持ちでその乱子らしきものをそのままトイレへさようならしました。うん、トイレの神様ごめんなさい。<laughs> 男にはわかりませんが、うん、女性はこのような体験をしたことがあるのでしょうか、うん 嫁はんはこんなこと初めてやと言っていましたが、うん、塩吹きんちゃんや宴会部の部長、うん、パスガスダブルなど <laughs>、はい、カウボーイ女性リスナーの皆さんはどうなんでしょう、えーね、ぜひ皆さんのお話を聞かせていただければと思いますなんだろうねえっ、ー、これ乱ではないでしょうけどねなんだろうねいくらですかねかいくら口からも出ますからねいや,い,やいやだからなんだあのえピンクだったでしょ、えー、うん ねえ、不思議なもんですね、こればっかりは。ちょっと、我々男にはもう、皆目わからないですけど。えー、おは